あともう一点なんですけれども、橋本徹さんが、SNS 上でそもそも豊洲では地下水を飲むわけではないのに、その有害物質の対策が必要かという発言を繰り返し行っているんですが、まあ、盛り土問題ももちろんそうなんですが、この地下水の汚染物質の対策というのは知事はどう必要だと感じていらっしゃいますか。あと橋本氏の発言に関してどう感じられますか。橋本さんのコメントについては、何て言うんでしょうかね、まあ、聞いてはおります。それから、そうですね、地下水を飲むわけではないという話ですけれども、これは総合的な話でございまして、地下水の汚染ということがどれほど生活者にとってですね、影響を与えるのか、食の安全に対して疑問を抱かせるのかという、そのような感性ということが必要なのではないかと、このように思っております。以上です。